年末年始の高速道路の渋滞のピークは、下りが今月29日、上りが来年1月3日と予測されています。ネクスコ西日本によりますと、明日から来年1月4日までの年末年始期間中、中国地方の高速道路で発生が予測される5キロ以上の渋滞は上下線合わせて16回です。九州方面のピークは今月29日で、 山陽道西条インターチェンジから広島東インターチェンジの区間でおよそ10キロの渋滞が予測されています大阪方面のピークは来年1月3日で山陽道福山西インターチェンジから岡山県の笠岡インターチェンジまでの区間でおよそ10キロ予測されていますまた1月2日には山陽道上りの八本松トンネル付近と四輪トンネル付近でそれぞれ5キロ程度予測されています